どうもいつもお世話になっております。今回は、エデン、共鳴返礼式4層後半の攻略動画になります。いつも通りですが、攻略法などが確定していないため、一つのやり方として見ていただいて、各パーティーでやりやすい方法を取り入れていただければと思います。あと、チャンネル登録をよろしければしていただければ、動画作成のモチベーションとなりますので、よろしくお願いします。今回は、ところどころギミックの前に、図で予習フェーズを入れてみました。それでは早速行ってみましょう。ヘイト1位と2位に悪ゴーンが来ます。2組に分かれて受けましょう。何かデバフがつきますが、気にしなくてよいです。ただの、反対の方へはいけないよっていうデバフです。開幕モンオファーは、ST、無敵受けです。はい、早速予習フェーズです。ホーリーウィングは、芝の羽が光っている方のマップ半分に AOE が来ます。外周に、無色、緑、赤の鏡が出現しますが、出現位置は、西から、時計回りに、無色、緑、赤、または、赤、緑、無色の2パターンです。鏡は前半で解説しましたが、色によりディレイがかかっていて、ここでは、無色は、芝と同時、緑色鏡、赤色鏡と順番に、芝の技をコピーしてきます。そのホーリーウィングと鏡の複合ギミックになります。まず、ホーリーウィングは、2回来ますが、最初のホーリーウィングがどちらか覚えておきましょう。それを鏡が順にしてくるという感じです。このギミックは、芝が中央固定で、北を向くか、南を向くか、左跳ねか右跳ねかの4パターン、鏡は2パターンの計8パターンになります。全部図解するのは難しいので、芝、北向き左跳ね、無色、西を図解します。さらにわかりやすくします。鏡を芝だと思えば理解が早いので、鏡を芝にしてみます。鏡の芝は別の色の AOE にして一つ一つ見ていきましょう。芝は左の羽が光っていて、外周の無色は芝のコピーなので左羽が光ってます。なのでアーチは右下になります。次に緑の鏡の芝は最初のコピーで中央向きで左羽が光っていますので、アーチは右羽の西側半分です。最後に赤色鏡の芝も最初のコピーで左羽が光っています。ここで中央のボスは最初と逆の右羽が光りますので、アーチは左上となります。もっと簡単に考えることができます。最初のアーチを覚えれば、鏡によって90度時計か反時計にずれていけば良いのです。鏡の技の発動が無色、緑、赤という順番で法則性があるので、最初のコピーした技のアンチが90度ごとにずれていくのです。鏡の国とホーリーウィング、さあ予習した通りに行ってみましょう。あと LB タイミングですよ。東無色、南向き、右羽だから右下がアンチで反時計回りだよ。もう余裕ですね。次は、清流の方向の予習です。このフェーズは、ヒラタンクに、清流の爪、赤、DPS に、清流の木は、青というデバフがつきます。それぞれデバフ時間があり、少ない順から、ギミックをしていきます。下に、竜の首の脇、それに、赤が当たりに行って、落としたものを青が拾っていくというギミック。途中、ホーリーウィングに来るので、AOE に注意しながら、赤と青をこなしていきます。図を作りましたので、それを見ながら解説します。下に、竜の首が出現。竜の首は、時計回りか、反時計回りをします。すぐ、赤1番が取りに行きます。左羽です。AOE が終わるのを待ちましょう。AOE の後、青1が取りに行き、赤2が、首に当たりに来ます。左羽です。AOE が終わるのを待ちましょう。AOE の後、青2が取りに行き、赤3が、首に当たりに来ます。
変わって右花になります。 AOE の後、青3が取りに行き、赤4が首に当たりに来ます。また右花になります。 AOE の後、青4が取りに行きます。背面収納です。青4は急いで戻りましょう。セイリューの方向イメージつけて実際の動画へ行こう。青で30秒台だから3番目に取りに行けばいいね。よし、次 AOE 終わったら取りに行きます。取ります。静寂の双剣技または寒弱の双剣技です。静寂はフロストスラッシュからフロストスラッシュとの連続、寒弱はフロストスラッシュとからフロストスラッシュの連続技。これは静寂なので背面待機しすぐ側面へ移動します。ダブルスラップタンクスイッチです。背面に集合します。アクラーエは設置型の技、通称タケノコなので芝の羽が生えたら移動します。はい、移動。鏡の国で東西に緑色と赤色の鏡が出現。まず芝が北か南へ移動し、直後にホーリーウィング両翼をしてきます。これは前面広範囲なので背面に移動します。その後鏡からホーリーウィング両翼が来るが、これは先頭の人に強攻撃、先頭から4番目までに今砲ダメージ増加デバフが付与されるので2組に分かれて処理します。また5番目の人にも強ダメージが来るので2組目のタンクが5番目に入りましょう。緑色鏡からノックバックしたら、次は赤色からホーリーウィング両翼に来るので2組目のタンクから並びましょう。また同じく5番目に強ダメージが来るので1組目のタンクが5番目に入りましょう。注意点はタンクの1番目と5番目、1回目組と2回目組で順番を間違えない、フィールド半分より前にいること。鏡の国で東西に無色の鏡2枚、南北に赤色の鏡2枚、残りに緑色の鏡4枚出現。視線攻撃が来て同時に無色からの視線が来るため赤色の鏡に向きましょう。その後緑色の鏡から視線が来ますので外周に向かい、無色の鏡があったところか赤色の鏡に向きましょう。最後に赤色の鏡から視線とボスからホーリーが来ます。ホーリーはフィールド中心から距離減衰か外周から距離減衰のランダムで途中で変わることがありますが、ボスの頭上の弾の数を確認すれば間違いありません。1つなら中心から、4つなら外周から距離減衰攻撃が来ます。無色の鏡のあった外周を向くか、無色の鏡のあった向きで中心に走れば視線は食らいません。視線が最初は赤が正面で攻撃、振り返るの忘れない。次は無色があったところへ移動。芝の頭上の弾を見て、これは変化なしで中央から距離減衰だね。瞬間の武闘技か霊弦の武闘技がランダムできます。瞬間はダイナモからチャリオット、霊弦はチャリオットからダイナモが来ます。鏡の国で下に赤色の鏡が湧きます。まずボスの背面で待機し、羽が生えたら正面に移動しアクラーイを捨てます。次に鏡の映像が終わったら背面へ抜けてアクラーイを捨てます。また
海面へ抜けた時に、アクゴーンが、ヘイト1位と2位に来るので、2組に分かれて処理します。その後、ボス中心へ行き、モンアファーを処理します。難所の氷と光の粒子の前に予習します。前半であったダイヤモンドダストからの複合と光の暴発とのコラボです。各ロールの動きを確認していきましょう。アイスストーン予兆と光の鎖が来る。 DPS 外周して、イラは DPS 2人にですが、タンクにはわざとしない。タンクコールノックバック、アイスニーベル発動、 DPS 移動開始。トー2回目、タンク頭割りか3回 DPS3 回捨ててから戻る。カビンコンスタック2が4人の塔へ、光の津波のために3回外周行って手前の真心ラインに捨てて戻ろう。自分の担当は南だから、南のタンクの前が変に良い。きっちり C マーカー上でニードル待っていよう。移動して3回捨てるまで戻らない。デバッグ確認、2だから遠い入る。そして3回を忘れない。氷と光の粒子が終わった後は次のギミックに備え、 MT はすぐ機体誘導するといいらしいよ。鏡の国で下に赤い鏡が出現するので、鏡前に収納します。床が凍ります。次に来るアクラーエは芝がするのと鏡がするのが同時になります。敵シリストの鏡の栄章完了まで移動するのを我慢しましょう。はい、移動します。しかし床が滑るので、まっすぐ南へ滑れるようにしましょう。氷の床が終わるまで動かない。最後の複合ギミックです。青龍の爪、赤、DPS に、青龍の木は、青と、悪魔を、モンオファーの複合ギミックになります。今回は、龍の首が2匹で、赤青はある程度決まっていて、タンクが、最初の赤、キラが、最初の青、DPS は、2回目の青箱が、2名ずつになります。また、図を作成しましたので、それを見ながら説明します。南北に、龍の首が湧きます。すぐ悪魔音5回、2組に分かれて行きます。終わったらタンクが赤1回目処理。その後 MT が無敵でモンアファー、キラー青1回目、悪魔音6回、DPS赤2回目、 ST が無敵でモンアファー、 DPS 青2回目、アクゴーン7回の後全員でモンアファに分かれて、デバッグ確認、自分は赤2回目、次のモンアファーは無敵受け、悪魔音6回、終わったら後処理しよっと。あとは ST が無敵受け、
悪魔王7回終わったら次のモンオファーはみんなで。AA が4回来て、もうあとは背面行くしかギミックはなし。おにぎり。はい、この動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。今回の動画が少しでも良かったと思っていただけたら、次回動画作成の励みになりますので、チャンネル登録や高評価をお願いいたします。